なんかしてくれ、なんかしてくれ。ピカチュウ、お前にもつかねえよ、もう。俺も外すからな、お前マジで。なんかしてくれよ、マジで。離れんな、離れんな。乗り心地悪いとか、そういうレベルじゃねえよ、これ。いや、もうちょっとマジでよ。なんだこいつら。気違いしかいない。ピカチュウオブジェクト取る気ある？この人もう取られてんじゃねえかよ。もう今本気出してどうすんの。もうこのピカチュウ下手すぎてやばいよ。何がしたいのか全く分かんねえ。ファームしろよマジで。そんなことしてる暇あったら。オブジェクト取る気ガチでないだろこれは。アマージュがジュナイパーにつくしかねえよな、これ。だけど、アマージュレベル10なんだよ、まだ。2分で。もう、気違いすぎて、まあ、レベル10なんだもん。レベル10のアマージュに。アマージュのレベル10だから、あんなのについてもさ。アマージュのレベルが低すぎて、あんなのについても意味ねえんだもん、だってマジで。だからもう。アマージュがレベル10だからな。それが弱すぎるよ。消防情報修正で帰省したら乗り取り入れるようにして。エレキいらねえから早く戻ってくれ。ガチでエレキいらねえ。プクリンユナイト吐くんじゃねえよ。なんだこの化け物ども。おい、プクリンユナイト吐いちゃったけど。嘘だろ、さすがに。ピカチュウにつきてえけどな。これ外したらいかれそうなんだよね。消防ジュナのとこなら安全。あのさ、あのショウゴは、あのショウゴおもろバカなの。もう、どうすればいいのこんな。下手くそとかそういう次元じゃないと思うんだけど。意味わかんない。この人本当に何がしたいのマジで。勝負コロコロ。弾入れらんねえよ。マジで。歯なんだけどマジで。やばいだろこれ。誰につけばよかったんだ、あの、レベル10のアマージュにつけばよかったのか。称号面白すぎ。どうすればいいのこれマジで。あれでサンダー取られるのがまず信じられないよ。称号規制するとより仕立て差がわかる。マジでもう人間観察カメラだろこれ。普通にさ意味わかんねえんだよ。誰についても無理だろあれの。サンダー削るの少しでも早くしようと思って解除もして通常も振ってたのにさ、なぜかあんな取られ方すんだもん。だって
正午自分で動かせないからイラつくな。正午操れるようにしろ。普通にさ、意味がわかんねえんだよ、あれ、ほんと。また屋根を貫すんな、これ。なんか、帰省して草むらに頻繁に入ってくれる人とかいないのかな？マジで。腹全然たまんないんだけど、帰省してたら。一生好き放題してるから。これなんかこう、帰省してたらさ、なんかサンダー前に気使って物資に入ってくれるとかさ、ないの、マジで。このポケモン使ってるとバカがみんな分かっちゃうな。自分にキュアはついたり離れたりする。いやそうだけどさ、でそれでだって単独で移動してる時に CC で捕まったらこのポケモン自分にフラワーヒール触れないから、下手に離れると捕まって何もできない。で味方に結構遠いから、小牧草むらで花拾って戻る。いやそれをやると危ないんだって。自分にフラワーヒールできないし、あのフラワーヒールの距離が短いから、その味方がちょっとでも遠いところにいるとつけらんないから、それで犬死にする可能性があるから、後ろの物資でしか後ろの物資でしか花集めないよ。で物資で積むんだったら後ろの花じゃないとダメ。中の花はもう味方もう一人近くについてないとダメだけど、そんなことごめんしないでしょ。おい、嫌な予感するぞ、嫌な予感するぞ。おい、おい、プリンに負けてるやついたけど、なんでこのラスヒ俺取んなきゃいけねえんだよ。嫌な予感するぞ、はあ、なんでマジで。さすがにさ、どうなのそれは。もうやだ、俺あのウラオスに絶対つかないもん。キングムムシャーナキュアワーって開拓されたんですか。知らねえよマジで、自分で考えろ。おい、ちょっとこっち来い、早く戻って、頼むから。おーい、早く戻って、あの撤退してもらえないでしょうか。ラスヒ下手すぎるだろ。なんで暗黒鏡なのに取られるのそれ。なんちょっとマジで、もうジュナイパ。勝負減ったやな、ひどいねマジで。なんだこのバカども、やばいやばい。キングムムシャーナキュアワートロールしてるのに怒り散らしてるの、情緒狂って手すき怒略。俺のどこがトロールなんで言ってみろよ早く。どこはダメだったんですか今のところ。瞬間移動してジュナイパーに移れとかそういう話。早く言ってみろよマジで。どこがトロールなの？ピックネ時点でトロールとかそういう話してないからだよ。したらジュナイパー真ん中いるんだって話になってくるから。早く行ってみろ早く。なんで黙るのマジで。キングムムシャーナキュアワーナ時点で現環境トロールですよ。はは？他の人に言ってくればじゃあ、ツイッターとかでキュアワー使ってる人に。新実装キャラ使ってトロールですよそれってさ。テンセントに言えよマジで、バカじゃねえの。
新実装キャラ使用禁止だったらさ、どうすればいいんだよ、マジで。うえぇ、キューバー使ってるよ、こいつ。それトロールですよって。いや、新実装キャラなんだけど。キングムムシャーナキュアワーはトロールするために使うもの。キングムムシャーナ、その認識です。それはあなたの感想ですよね。マテメン DVD はロタ。それあなたの感想ですよね。正午そんなのお前だけだよ。おい、ちょっと勘弁して。マケメン DVD お前がトロールや。新実装キャラ使用禁止って、お前の方が運営の方針に逆行してんだろ。死ねよカスマジで。超極さ。おい、エレキ入ってんぞ。おい、エレキ入ってんだけど、バカじゃねえの。エレキ入ってますけど、あの目ついてるマジで。勝負ヤドラン下がるな。おい、エレキ入ってんだけど。キングムムシャーナ、もちろんニコニコトロールでランク100レート溶かしてストライ以下略。あー誰もお前の話聞いてんだよマジで。お前がランクでどうしたかとか、ね、話聞きたいやつ誰にどこにいんだよマジで。ストライクでリレート150戻しましたとか知らねえよそんなの。離れんなって、つけらんねえだろ離れたら。もうピカチュウに乗り換えるか結構悩んだけど今。キングムムシャーナ羨ましい。ピカチュウに乗り換えるか結構悩んだ末にピカチュウが遠くに行ってしまってと。勝負スケロ。もうこれはね、仕方ないからウラオスだな。まあ、こいつが一番レベル増したしよ。勝負いろんな雑魚体験できて楽しいね。それ早く削んないとまずいんじゃないの。ピカチュウ勘弁してくれ。さすがに。おい、いや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 、ちょっとお前捨てるからでも。ウーラウスカモン、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 来いって言ったら来い。ゴールエリア守ろうじゃねえよマジで。勝負頼りなさすぎて草。そこ空いてないよマジで。勝負わらわら。
ピンチ。しょうごなにこれ W おもろすぎる。キングムムシャーな草。フラワーヒール使って無理だと思うよ、あれも。で俺ずっとゴールボタン押してたけど。しょうごヒールも押した方がよかった。いや、空いてないだろ、あのゴール。なんでサンダー取ってもダメなんだよ。体験できたね。はぁ、あ、キングムムシャーナヒクレレとってこんな化け物ばっか。正午サスが一番下。正午払いたい。正午どれに寄生しても死ぬな。まあレベル12-13でキュアワーがウラウスとは決めてたけど、ジュナイパーが、あ、違う違う、キュアワーじゃない、ジュナイパーかウラウスか決めてたけど、それ以前の問題だったわ。空いてないのにゴール。結局ピカチュウが必死に60入れたけどさ、もうその頃にはもう全員溶けてるっていう。